こんにちは。今日は9月7日の土曜日ですね、3時22分に収録しています。明日はですね、メンバーシップの勉強会を予定していまして、そこで SOXL の、私の中期シナリオをですね、改めて、細かく、解説していきたいと思いますので、よろしければね、チャンネル登録とともにですね、メンバーシップのご登録の、検討よろしくお願いいたします。今日私が、話す話はですね、こちら SOXL 昨夜また大幅下落しました。雇用統計受けて SOXL だけじゃなくてですね、まあその他のね、指数いろんなものがね、一斉に下がりました。はい。で、まあ買い場はね、まあ、今近づいてきてるのか、それともというね、テーマでお話ししたいと思います。はい。でね、この下げ方っていうのはですね、まあ、買い場探りというよりもですね、ちょっと楕円で示すと、これ2021年のこういう上昇がありました。で、2023年あたりからですね、こういう上昇がありましたと。はい。この時に立ち回っていた、おそらく多くの方々がですね、下がったら買い、下がったら買い、ね、下がったら買って儲かる、下がったら買って儲かるっていうね、この時の成功体験、成功パターン、勝ちパターンとは、もうちょっとね、この崩れ方っていうのは違うんだよっていう認識が必要で。はい。これ2022年の下げですね。で、今どういう状況かというと、ここまで下げていると、はい、いうことですね。まあ上げは上げでフェーズがあって、上昇のフェーズで下落のフェーズ、上昇のフェーズ、下落のフェーズということで、まあ中にはですね、半導体は、まあ、AI バブルとともにね、 AI の、まあ、今のこの、まあ、盛り上がりとともにですね、まだまだ年末にかけて上げていくって信じて疑わない方も多いと思うんですけど、ちょっとね、かなり様子が怪しくなってきました。はい、そういうチャートの形をしています。具体的にね、まあ、定量化して見ていこうということで、まあ、もう一回ちょっと振り返りをします。2021年2年はですね、ちょっとまずね、ジグザグで書きましょうか。ジグザグでですね、まあ、ざっくりとね、こんな感じで落ちましたよっていうのを、よいしょ、こんな感じジグザグで示します。はい。ちょっと見にくいですかね。こういうジグザグ、下げ上げ下げ上げ下げ上げ下げっていうね、形で、はい。で、今どうかっていうとですね、まだシンプルで下げ上げで下げっていう形、はい。安値までは割ってないです。で、この形を見てですね、今度はね、パーセンテージを見るわけですよ。一発目の下げがね、どのぐらい下げたのか。2022年は 55.4% 下げました。で、今年はどうかっていうと、この一発目の下げで66.47%、はい、11% 強ですね。11% 強、この2022年よりも大きく下げたと。もっとね、これね、週足じゃなくて12時間足とかで見ると時間外とかも拾いますんで、もうちょっと下げたんですよね。具体的にはね、21点いくつ、だから 70% ぐらい下げてるんですよね。うん、そう。で、一発目の下げが2022年よりも大きかったよっていうところね、この2年後のね、今年、大きかったよっていうところから、そこで反発がありました。どれぐらい反発したのかっていうと、2022年は 57.76% の反発、リバがありました。ですので、この下落を見ていて、どこかでまた激リバが来るかなっていう、そういう頭があったわけですけど、で、実際ね、どれぐらいリバったのかって言ったら、まあこれ高値、まあ決まったかどうかっていうのは何とも言えませんけど、 82.31% もリバったということですね。これ21ドルから計算するとですね、もっとですよね、100% ぐらいリバってるということ、まあ、資金がね、短期間で2倍になるような上昇となりましたと。じゃあね、そのまま底落ちするのかって言ったら、上昇の角度があまりにも切り上がりすぎてるんで、このまままっすぐ上に行くわけがないというのが私の、あの、ぶれない主張でした。で、まあそんな感じで、この SOXL、 私はまあこれは、あの、取引しませんが、あの、見守っていましたら、まあついにですね、まあ今週特にね、まあ下げが顕在化しました。顕著な下げがありました。で、この下げがですね、この1週間ちょいでどれぐらい下げたのかっていうと、現在のところ、ごめんなさい、間違えました。現在のところ 39 点、まあおよそ 40% ぐらいもう下がっていると。下げるときはね、もう一気に下げていくんで、はい、あの、まあかなりね、先週大きな下げが走ったことでびっくりなさった方も多いと思います。で、この時はじゃあどうだったかっていうと、57.76% 上昇後ですね、
今度は、ね、47.71% 下げました、はい、というね、下げ上げ下げのジグザグがあったわけですね。でここで見えてくることは何かというと、2022年と比べて下げ幅そして上げ幅、ね、ボラティリティがこの時の下げ上げに比べて大きいんですよね。アップダウンが大きい、波が大きいんですね、はい、で今ねここ、テーマで買い場は近いのかっていうふうに私ここに書きましたけど確かにね反発はまたねどこかであるでしょうけどね、どっかであるんだと思うんですけど、まあどこかしらで反発があるということでこういうところで買うというのはこれ2022年に例えるとですね、どういうことかっていうと、この辺りでねこういったところで買い場探しをすることに他ならないのかなと思っています。はい、こういったところで下がったから買い下がったから買いみたいな形で、基本的にはですね流れとしては2022年よりもより、まあ、波の大きな、はい、波動を作って乱高下で今下げに向かっていると、この対極下に向かっていくこの流れの中で買いで、ね、うまいこと立ち回ることができるのかどうかっていうね非常にシビアな、まあ、ブルポジション、はい、買い場探りなんじゃないかなというふうに思っています。ですので、まあ、どこかでまた反発は来るでしょうけど、まあ、あの買いを入れるときはですねやっぱりその後の続落っていうね 40% 上げても、ね、40-50% とか今回もね 90% とかリバってもそれでもまだね下げが来るということで、うん、まあ、10-20% ね数日上昇したぐらいで底打ち上昇みたいな感じで思っていると、この2022年みたいな、まあ、大きな下落の波、うん、に飲まれてしまう可能性があるということですね、はい、2022年のこの下げ以上に大きな波を形成して大きな下げ大きな上げでそしてまた大きな下げが来ようとしているんで、ですので、今ねこういったところで来週買おうとか再来週買おうって思ってる方多いと思うんですけど、はい、こういったところですね、うん、昨年、一昨年で言うとこういったところであなたは、ね、短期的な買いポジションを取ろうとしてるんだよみたいなね、まあ、そういうあの警戒心が必要なんじゃないかなと、はい、いうことだけ申し上げておきたいと思います。はい、非常にねまあ私いつも言ってるんですけどね、まあ、細かい相場のね流れっていうのはなかなか読めないながらもですね、この相場が SOXA のチャートがやろうとしていることっていうのは2022年と非常にこう近いというかそれを超えるような、はい、そういう、まあ、ジグザグを作って今あの下落しようとしているんで、まあ、あの安易にですね、まあ、安くなったから買うという、はい、ことをこの時と同じマインドで、はい、こういうね上昇している時、まあ、これ楕円で書くというよりも曲線で書いた方が綺麗に書けると思うんですけど、曲線でねこういう上昇ね、ここからこういう上昇ね、こういう上昇してる時の勝ちパターン、うん、下がったら買えばいいんだよって、株は下がった時安くなった時に買って高くなった時に売るって、うん、まあよくそういうこと言われますね。株は高い時に売ってなんて言う、みんな株は安い時に買って高い時に売るって、うん、いうことをよく耳にするんですけど、そういう人たちが果たしてねこういう高い時に売ってますかと、安いところでは下がった時に買ってるかもしれないけど、上がりきった時ね、うん、大きく上げて 高値となった時に本当に売ってるのかなって考えると、そのままずるずるホールドすると、まあ、結構ね、まあ、危険な乱高下となりうるのがこの SOXL で、はい、でチャートを見るとですね、この上げ下げ上げ下げをリピートしそうな感じなんですね、うん、この SOXL のこういうチャートの値動きは結構昔からですね、私ね、あの細かい あれは、まあ、ともかくですね、この SOXL のたどりうるこの上げ下げ上げ下げの形、普通株ってこんな感じで上がっていきますよね、こんな感じで上がっていきますよね、うん、ですけどこれ3倍レバレッジの効いた SOXL のチャートっていうのはソックス指数とかとは違ってですね、こんな感じで上がっていかず、ね、で、まあ、特にですね、まあ、ソックス指数も大きな下落となっているんで、
上げ下げのね、こう乱高下が行ってこい行ってこいみたいな形になりかねないということなんで、この後ですね、ソックス指数が、暴落の時の安値からのトレンドラインみたいなのがあって、それを割ってくるとですね、また SOXL 一桁台になりかねないということですね。で、一桁台になったらなったでですね、それは一桁台になったら買うよ、全力で買うよっていう方々が多く出てくると思いますが、その時になったらなったでね、また、その時のそのファンダメンタルズの考察であったりとか、いろいろやっぱり注意しながら、まあ、買い場を探っていかなくちゃいけないってことになると思うんで、まあとにかくですね、この2022年のこういう下落の仕方というのを、この後 SOXL 気になる方はですね、まあ、徹底的に、まあ、定量化して、まあ、分析しつつですね、ああこの時はこんだけ下がってこんだけリバってまたその後こんだけ下がったんだっていうね、はい、そういう規則を同じようなことをね、やっぱりチャートってやってくるん で、そうするとこういう上昇の時に買った人たちっていうのはやはりですね、大きな含み損を抱えてしまうとね、なかなかね、こう一辺倒にずっと儲かり続ける、下がったら買ったら儲かるんだよって、下がった時に買ったら儲かるんだよみたいな、その一辺倒な勝ちパターンっていうのは長続きしないっていうのが私は相場だと思っていますんで、特にね、短期間で大きく儲かる、うん、大きく儲け続けるっていうね、勝ちの法則がずっと続くわけがないでしょっていうのが、まあこういうチャートを見ていて思うし、で、こういうね、チャートが毎回やってくるような、ね、はしごを外してくるような、そういう、まあ展開っていうのは、本当にね、このチャートを見ていて憎らしいなっていうふうに、はい。私は思っていますので。なので、安易にですね、まあちょっとこう下げたから、買い場到来みたいな感じでは、なかなか言えない。もし買いを入れるとしても、まあそのラインをね、重要ラインを割った時に、すぐ、まあロスカット撤退できるのかどうかっていうところですね。買ってホールド、買ってホールド、下がったら安い。で、それでそのまま、まあ、買いポジションを、ガチをしていくっていうスタイルが、なかなかね、この SOXL は報われないということなんですね。2022年もですね、こういったところでね、多くの方々が買ってました。下がった、じゃあ買いだ。下がったら買いだ。下がったら買いだって。こんな感じで、こういった高値のところでポジションを取って、ようやくそういうのがね、まあ、報われたなって、プラテンしたなっていうところで、また大きな下げがやってきたと、はい、いうことですね。2年間耐えた結果ですね、こういったところでポジった人たちというのは、ね、いよいよね、まあ、我慢、をずっと2年間続けてですね、ようやく高値を上抜いたんで、自分のポジション、まあプラテンしたんで、こっからいよいよ、ね、プラスのゾーンに突入っていうイメージがあったかと思うんですけど、こんだけ大きく下げてると、はい、いうことですね。だからまあ相場はね、やっぱ同じ、ような展開を繰り返すと。で、なんならですね、2022年よりも大きな下げ上げのね、波を見てるという認識を、まあ、常に頭に持ちつつですね、はい、まあ、根拠とともにですね、まあ、買い場を探っていくんだったらいいですけど、安易に下がったら、まあ、株は安い時に買って高い時に売るんだよっていう人がね、まあ、まあ、おそらくですけど、こういう高値で売れてない、ね。安いところでは買ってるのかもしれないけど、高いところで売れてないっていう。この SOXL はやっぱり利確というのが非常に大事なんで、利確とか、まあ、エントリーのタイミングとか、あと損切りとかね、時には。はい、そういうものがやっぱり重要であると、はい、いうことなんで、まあ慎重になるに越したことはないというふうに思っております。来週以降の展開ですね、まあ、雇用統計を受けて大きく下落しましたので、今リセッションのね、足音みたいなものも聞こえつつあるということで、うん、なので、まあ9月の FOMC で単純に利下げだから株高で上昇する、爆上げするっていうふうにはなかなか考えにくい、うん、ということで、短期的に上に跳ねてもね、いいですか、短期的に SOXL がこんな感じで上に跳ねても、その時にね、その数週間、その短期的に上に跳ねてる数週間でどういう、なんだろう、その上昇を見てどう思うのかっていうのは、過去のチャートと今を置き換えるとすごくよく分かりやすいと思いますんで、はい、こういう上昇が2022年もあったよねって、で今年もこういう今上昇を我々見てたよねって、だけどその後どうなりましたか、今どういうね、この下落を食らってどういうことを思いますかということは過去に聞いてみるとですね、その時に相場張ってなかった方々も過去のチャートを参照すると、ああこういうことが起きたのかっていうのは実体験をしなくても、私はもうこの時ずっと散々見てましたんで、はい、
あれなんですけど、現在はね過去とは違うんだよっていうね、その考え方が本当にね今通用するのかどうかっていうのが見えてくると思いますんで、はい、ですので気になる方はですね、過去のチャートをしっかりこう分析なりして警戒心を高めていただくのがやっぱりこの3倍レバレッジの ETF はいいのかなというふうに思います。はい、ちょっと話がまとまらなかったかもしれませんが、先週の大きな下げを見てですね、はい、でそれまでの大きな上げ 100% ぐらいの上昇からの、ね、40% 以上の下落、はい、こういうのを見てですね、いろいろやっぱり、はい、この2021年2年に起こったこと、うん、とオーバーラップすること、いやそれよりもね、むしろ大きな、はい、何か展開というのがこの後待ち受けてるんじゃないかなということで動画にさせていただきました。はい、よろしければねチャンネル登録と高評価ボタン、今日はねちょっとあんまりうまく喋れなかったような気がしてるんですけど、明日ですねメンバーシップでそのような細かい話をですねガチッと、はい、みんなに周知していこうと思ってますんで、ぜひねメンバーの登録の方もよろしくお願いいたします。それでは本日は以上になります。皆さんねちょっと今日ねなんか喋りがね、つまずいてしまうんですけど、皆さん良い週末をね、お過ごしください。もうチャート関係なしにね、いい週末を、過ごされてください。本日は以上です。ありがとうございました。